富士見駅は長野県諏訪郡富士見町富士見にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である特急あずさの一部が停車する塩尻方面への折り返しの列車が少数ながら設定されている駅舎に接して短式ホーム一面一線その奥に島式ホーム一面二線合わせて二面三線を持つ地上駅二つのホームは屋根付きの古線橋で結ばれる 乗り場は、駅舎側から1番線、2番線、3番線である。地の駅が管理する業務委託駅で、調鉄開発が受託している。直営駅だった頃は、管理駅として、品の堺駅、鈴蘭の里駅を管理していた。駅舎は、木造平屋建てで、三角屋根が特徴的である。内部には、待合室、コンコースの他出発口、簡易イカ改札機、 自動券売機、待合室及び、駅舎の外から利用が可能な駅そば屋がある。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は732人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。富士見町の中心集落に位置する。駅前は広く、広場がある。駅舎に向かって、右側に南北自由通路がある。 富士見町内にある3駅では最も利用者数が多く、町の中心となっている。下避の宅本島駅に一部が停車する特急、あずさの隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。